新人ビショップよ。まだ元気そうね。励ましてあげる。大きな進展よ。データ分析によれば、私たちが探している賢者はテンプル騎士団の支部長で、あるのが追ってるやつと同じよ。それなら申し分ないわ。アップデート完了。うまく使って、また連絡する。はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。アサシンクリードユニティやっていきたいと思います。ちょっと、なんかいきなり始まってびっくりしたけど、なんかアップグレードしましたね。これでダブルエアアサシンができるようになったんで、まず覚えましょう。ね。で、はい。で、あと鍵も、あげたいよね。で、あと、ちょっとね、なんだかんだで戦いん時にね、強い攻撃可能する。長押し攻撃。ああ、なるほど。これ欲しいんだけどな。まあちょっと今は足りないんでできないですね。いやー。なんだかんだで前回もね、ちょっとまたゴリ押しで終わってしまったんですけどもね。まあ私基本はね、もうゴリ押しのタイプなんで、またかよという感じで見てもらえればと思いますんで、はい。じゃあ、今回は、このジャコバンクラブっていうのを行きましょうかね。また拠点に戻らないといけないね。はい、戻ります。お？え？ちょっと待って。どうも。何らかのグリッチに遭遇してしまったようね。え？待ってて。おい！感情を払うまで一滴たりとも飲ませないぞ。落ち着きたまえ、私の連れだよ。首をはねられたかと。救い手に随分なご挨拶だね。伝言は受け取ってもらえたかな。やるならフランスを離れたいんだ。マルセイユからエジプトまでの船を4日で手配してあげよう。主航の所在について手がかりはあるか。コンドルセは追われていることに気づいていた。拘束される2日前に姿を消し、これを残していったよ。彼の宿坊はルイ9世の墓だ。王家の墓ですって。はあ、忠告しときますよ、ムッシュ。洞窟には亡き王たちがさまよっています。彼らは不運な犠牲者を追い込むと、額にナイフでできた冠を押し付け、その目をえぐるんだ。収穫で潰れたブドウのように垂れるまで。それでも次期国王の冠をいただく方が恐ろしい。ブドウといえば、自分の仕事はどうした。はい、ムッシュ。この紋章を持つ墓を見つけて、失われた主公を回収してくれ。3日後にまた会おう。無事を祈って。なんか、話が、おかしなことになってしまったな、これ。この記憶に何かありそう。私たちをヘリックスのデータから締め出してる。ですね、ちょっと調べたらやっぱりですね、ダウンロードコンテンツが勝手に開始するというなんかバグがあるそうなので、一応このなんか、シーケンス、この13の、1かな。メモリ1がクリアされれば、なんか戻れるものが出てくるそうなんで、とりあえずね。この回り道はどこに繋がるのかしら。おそらく別の DNA シークエンスね。突き止める方法は一つだけ。はい。とりあえずこれで、とりあえず、どう行けばいいんだ？この緑のとこか。とりあえずこのビューポイントやろうか。
ビューポイント。いや、まさか、ダウンロード開始するとは思ってなかったんでね。今回は、じゃあちょっと、このダウンロードコンテンツ、ちょっとだけやります。はい。ああ、ごめんなさい。バイバイ。争いごとに巻き込まれない。ごめんなさい。巻き込まれました。争いごとに巻き込まれないことはできなかったです。あ、ロックピックなかった。王家の墓は大聖堂の地下だな。とりあえず、はい。とりあえずクリアできるか、その前に。とりあえずビューポイントに行きます。よいしょ。え？登れない？オッケー。はい、シンクロ。これで元に戻れるのかな？なわけないか。これじゃないのか。うん、ダメですね。とりあえず、この、陽道とかの、やっていこうかな。よ、降りる。あ、違う違う違う。降りる。ちょっとシンクロもいいっす。シンクロもいい！降りたいです。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 よっ。ああ、怖い怖い怖い。怖い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 。怖えよ。ひぃ。で？どこにある？あれか。でもこれ、中入れないもんな、こっから。わあ。こんなとこに敵が。わあ、こんなとこに敵が。やだ、倒せ！やばい、呼ばれた。痛い。回復がないっす。よいしょ。はいよ。で、どうしたらいいの？陽道、ん？あそこになんかマークあるな。おっと、外にいたのね。はい。オッケー。ここから入れ、あ、ここから入れるのか。あ、これか。押す。じゅんじゅん。あ、なるほど。これで呼び寄せると。ちょっと待って、支援の方がいないんですけど。支援はいいか。このまま行こう。わ、敵いる。ま、敵いる。バイバイ。よいしょ。神さえも立ち退いたか。到着する。到着したよ。王家の墓。どういう、どこにいるんだ？ルイ9世の墓です。
さあ、どれがルイ9世のお墓かな？何もない。これか？何もない。何もない。ここにはない。ない。何もない。何もない。ここにはない。何もない。これか？これじゃないの。お、ごめん、お墓の上に乗っちゃった。どこだ？くそ、神殿の扉は近くです。そう地図に。ここには何もない。俺の時間を無駄にさせやがって。私の忠誠を疑うのですか？兵としての忠誠か？笑わせるんじゃない。契約の解消は自由だ。それは俺も同じ。そして俺は残忍なんだ。口が過ぎました、隊長。墓から盗まれたレリックのリストがあるとの情報が。そこにお連れします。神殿の代わりとしては十分です。そんなものはいらん。俺が話している時は目を見ろ。お前も欲しいんだろう？はい。よし、話はついた。わかるな。神殿を見つければいいんだ。せいぜい頑張れ。助けてくれ。何の音だ？タックル。おい、来るな、亡霊ども。タックル、タックル、タックル。早いな、早いな、ちょっと早いな、早いな、お前早いな、ちょっとお前早いぞ、ちょっと早いぞ。ああ、なんか落ちてった。すまんね。安らかに眠ってくれ。別に構わないだろう。もう必要ない。どうも、ムッシュ。修道院図書館のドン・ポワリエによる盗まれたレリックのリスト。ほう、ランタン、長押しランタン点灯。あはは、よし、これか。これか。これで、ああ、なるほど。回復する。なるほど。ランタンに行くでも、ランタンに生き物が多い。ランタンの明かりで追い払える。うわぁ、気持ち悪。気持ち悪い。あ、そういうことね。気持ち悪。え？続きはこっちか。よっ。お？お、なんかある。なんかあるぞ。あれはなんだ？よっ。ああ、なるほど。ランタンの、あれだね、残量ってどこでわかるんだろう。え、こっちか。で、これか？ほう、秘密の入り口か。火をつける。よっ。よっ。オッケー。続いて。コウモリがいっぱい。コウモリがいっぱい。うわ、落ちちゃった。上上がりまーす。修道院へ行く。で、こっちか。よいしょ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 。オッケー。修道院へ。よっ。
はいよ。また戻、あれから、さっきのとこからだいぶ離れたんだな。さあ、よいしょ。よいしょ。で、どっから入んの？おぉふぅ。敵がいるなんて気づかなかった。お、ここから行けるな。よっ。消しとこう。で？あれ？あっちなんだ。あっちなんだ。こん中じゃないんだ。じゃあぐるっと待って。うわー、敵だー。敵だー。いえ、いっぱいいる。痛い、痛い。バイバイ。バイバイ。バイバイ。わあ、わあ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 。なんか向こう動いてない？あれ。修道院。あ、ごめんごめん。ごめん、ちょっとぶつかっちゃった。よっ。よっ。ここ入りたいんだけど。ここ入りたいんだけど。入りたい、入りたいんだけど、やばい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 。優秀な男で国立の遺跡委員会に雇われてる。雇い主なんて知るか。欲しいのは記録だけだ。それで墓はサンドニがフランシアードに改名された頃に役立つ者どもが王族の宝石を治安の回復は新政府の。わあ、いてえ。逮捕されちまう。司令官の指示で集まる。何かを探してる。軍隊が何をしてる。戦争じゃないな。この手からは逃げられない。財宝はどうだったの？もちろん国が徴収した。俺たちはそれだけじゃない。ひぃー。言うまでもないが、俺から聞いたのは君。よっ。で、地下、何？図書室を探す。図書室？図書室？図書室を探す。移動しろ！お前だ！行け！よいしょ。図書室、図書室。この上か。図書室どこ？ここ。下か。やばいやばいやばい。やばいやばい。なんかいっぱい人がいるんですけど。進んでないんですけど。そこ溶けてくれないかな？あ、こっちから行ける、こっちから行ける。図書室、ここか。お、これ何？回収、OK。いていていて。な、妙だ。オッケー。
回収、うん？回収、回収、OK。ない。ない。上にあった。ドン・ポワリエのリスト。コンドルセの主公と書かれている。場所は古びた赤い館、それと名前レオン。誰？誰やねんレオンって。で、エリアから脱出しなければならない、しなければならない。銃で撃つなんて卑怯だぞ。よいしょ。それで限界か。痛い。やべやべやべやばい。あかんかんかん。あかんかんかん。あかんかんかん。オッケー。オッケー、メモリークリア。さあ、これで。マップに出てくれないかい？マップに出てくれないかい？パリに戻る。ちゃうなぁ。あ、出ねえ。あれ。ということでですね、ちょっと、今回のやつでは出ないですね。どのタイミングで出るのかがわからないので、もうちょっとね、ダウンロードコンテンツをやっていきたいと思います。いやー、ちょっと危ない危ない。ちょっとごめんね、それより俺回復が欲しいんだ。あー、ごめん。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。てかさ、お店どこ？お店どこっすか？ここか。違う。お隣さん。ここか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。違う。はい。ではですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあね。